マルクス・アレクセイ・パーションは、スウェーデンのプログラマ、ゲームクリエイター。C のほか、アクションスクリプト、Java などをゲーム開発に用いることで知られている。当初はアマチュアとしての活動であったが、マインクラフトの成功に伴い2009年にゲーム会社、モージャン AB を設立した。本人のインタビューによれば、最初にゲーム開発へ興味を持ったのは7歳の時で、コモドール128に触れた経験からであったという。ちなみに最初に作ったジャンルは選択肢入力式、アドベンチャーゲームだと述べている。それから、青年期までの足取りは定かではないが、ブラウザゲームを配信するウェブサイト King.com で、少なくとも4年以上、2009年まで運営者として活動していたことがわかっている。ウェブ上で有志が制作していた MMO、ワームオンラインの開発に参加しているが、途中で、メンバー間の対立から離脱している。こうした経歴から2009年以降にジャルブム社にプログラマとして雇用された。仕事の合間に多くのフリーウェア、同人ゲームを作り続け、Java ゲームの投稿大会、Java 4K ゲームプログラミングコンテストに入賞した記録が残っている。また同じく同人ゲームの早作り競争である Ludum Dare にも投稿している。こうした熱心に開発、投稿を続けたゲームが、現在の活躍へとつながることになる。Breaking the Tower は、第12回Ludum Dareに投稿するためのゲームとして、開発され、したがって、大会の規則通り2日間で制作された。ある島に置かれた塔を破壊するため、人を集めて、資源を収集しいかに早く工場群を編成して、攻め落とすかを競う。このゲームは、ウェブ上のメディアで注目を集めた。彼が開発した様々な同人ゲームの中で一番人気であったのが、サンドボックスゲームに分類されるマインクラフトであった。現在でもバージョンアップが継続されている同作は2010年12月20日にベータ版が発表されているが、それ以前のアルファ版からすでに多大な人気を集めていた。マインクラフトの人気はフリーウェア版と、並行して販売されていたシェアウェア版がゲーム会社による商業ゲームに匹敵する売り上げを記録する事態に発展した。パーションは最低でもマインクラフトの完全版を発表する2011年11月11日までは自作ゲームの開発にフルタイムで専念することを決め、ジャルブム社を退職した。パーションは数名のプログラマーを作業の協力者として雇い、版権、販売管理のために、モージャン AB 社を設立した。2011年前半、モージャン AB 社は、マインクラフト有料版のダウンロード販売数が100万本に達したと発表した。2019年5月現在、マインクラフトすべてのプラットフォームでの販売が累計1億7600万本を突破し、今も増加している。2013年からは、開発に関わっていないことが、マイクロソフトのモージャン買収に際しての彼のメッセージから判明している。肥大化しすぎて、自分一人で抱えきれなくなったと内情を吐露している。2011年4月、パーションとゲームクリエイター仲間のヤーコップ・ポシェルは、トレーディングカードゲームとボードゲームを合体させた、スクロールズというゲームアイディアを発表した。ただしパーションは、ポシェルのアイディアに助言しただけで、自分の次回作を開発しているわけではないと発言している。2012年4月4日、サンドボックス型の SF コンピュータゲームとして、0x10c のサイトがオープンした。2013年8月、開発は無期限延期となったが、2014年9月15日に C418 がゲームのために作曲したサウンドトラックを、Bandcamp で出した。ありがとうございます。